介護や福祉について学ぶ生徒たちに日頃の練習の成果を披露してもらおうと、県立伊賀白宝高校が毎年校内で開いているもので、今日はヒューマンサービス科介護福祉コースの3年生13人が参加しました。コンテストでは80歳の養介護者役を先生が務め、生徒たちはベッドからホールまで、 車椅子をを使って解除する技術を披露しましたまた七夕まつりで使う短冊を書いてもらうように促す想定の審査も行われ生徒たちは要介護者に優しく声をかけながらお互いに協力し合って一つ一つ丁寧に介護動作を行っていました。聞ここえててもこう 意味が伝わってなかったりするので、もっと分かりやすく大きい声でコミュニケーションを取れるようになっていきたいなと思いました。人それぞれ解除の方法が変わってくるので、その方に合った解除ができるように工夫していきたいと思います。福祉、特に介護っていうのは物相手じゃなくて人相手なので、表現力とか表情とかあと声の大きさとかも含めて人として成長してほしいなって思っています。 最優秀賞を受賞した生徒はことし7月に伊勢市で開かれる県のコンテストに出場します。